皆さん明けましておめでとうございます。ランママです。今回は寒い季節ならではのせり鍋をご家庭で美味しく食べていただく作り方をご紹介したいと思います。せりの下準備です。せり鍋といえば楽しみの一つでもあるこの根っこ、この根っこの部分をよく洗っていきますが、流水をかけて歯ブラシを使うと汚れが落としやすいですよ。どうでしょうか、違いを分かっていただけたでしょうか。根の部分、茎の部分、葉の部分と切り分けていきます。えのきもせりと同じぐらいの長さに切り分けます。汁物によく合う油麩ですが、今回は少し太めに切り分けていきます。お鍋にだし、お酒、鶏肉を入れてせり鍋のスープを作っていきます。今回ちょっとなかったですが、ごぼうを入れても良い出汁が出てとってもおすすめです。アクを取り除いたら昆布つゆ、塩を加えて味を整えていきます。若干しっかりめの味付けの方がせり鍋は美味しいと思いますよ。材料の準備ができたら早速作っていきましょう。まずはセリ以外の具材から入れていきます。ここでメインのセリを入れていきます。良い出汁が出るので根っこの部分から入れていきます。セリがたくさんある場合にはまずこの根の部分を楽しむのも一つの方法です。続いて茎の部分、葉の部分と入れていき、蓋をして加熱します。セリは煮込みすぎると、せっかくのシャキシャキ感と旨味が逃げてしまいますので、加熱は1分以内でお願いします。お皿に取り分けてまず第1弾完成です。第2弾の食べ方のご紹介はしゃぶしゃぶ風です。本当にこのせり鍋はシャキシャキ感とこの苦味がないとちょっと寂しいので、しゃぶしゃぶしただけでもとっても美味しく召し上がれます。そしてお鍋の最後の楽しみといえばやはり締めですよね。うどんやご飯を入れて雑炊も美味しいですが、私が仙台のお店で食べたせり鍋の中でのおすすめの締めはお蕎麦です。
鶏肉から出たスープとの相性も抜群でとっても美味しかったので、今回もおそばでのご紹介です。お正月バージョンで焼き餅も入れてみました。ご家庭でゆっくりと味わうせり鍋はいかがですか？せり鍋といえば東北の仙台市の郷土料理で、あまり知られていなかった鍋ですが、ここ数年で他の地方の方にも人気急上昇のお鍋でもあります。野草のせりは2月から4月に旬を迎えますが、お正月のお雑煮や七草がゆにも欠かせない野菜のため、今の時期はスーパーなどにたくさん出回っています。せり鍋の美味しさはシャキシャキっとした歯ごたえとちょっと癖になるような苦味です。そして何といっても根の部分は一度食べたらやみつきになるような美味しさで、これがまた日本酒にとてもよく合います。せり鍋は寒い時期にしか食べられない期間限定のお鍋になりますので、ぜひご家庭で楽しんでいただきたいと思います。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。